酒のべ城は山形県最上郡真室川町内町に所在する戦国時代から江戸時代初期の日本の城石。別名は新出城。真室川町指定史跡。東城の主な城主である酒のべ市は現在の山形県戸沢村にあった岩花館に一して小野寺市に仕えていた佐々木市の所流とされる。 1535年に、酒延秀綱の父、佐々木定綱が、酒延部層を配領し、酒延城を築城したと伝わる。戦国時代中頃における小野寺市の最大半島は、出羽国中部に広がり、秋田県由利地域の由利十二島などの、周辺国人にも、影響や脅威をもたらしていた。天文年間に、小野寺慶道は、 大宝寺氏や最上氏と領友を争っていた、最上地方全域の掌握を図って、酒延部僧に佐々木定綱を使わし、佐々木氏は地名に習って、酒延氏と称する。酒延部城は、小野寺氏の南の拠点として、最上北部の両国経営を行うこととなった。1581年、酒延部城は、最上義光によって攻められ、城主であった。 酒延べ定綱の子、酒延秀綱は、一度は抵抗したものの最終的に降伏する。しかし、領土を安堵されたため、もがみ吉光に強順し、酒延城は、小野寺氏から、もがみの城へと変わり、もがみの大宝寺氏小野寺氏攻略の拠点となる。酒延秀綱は、もがみ吉光に使い続け、長谷道場の戦いでは、目覚ましい活躍を見せたため、 戦後の論功交渉により1万1500国を与えられた。江戸時代に入り、最上市で家督相続にまつわるお家騒動が起こると、1622年に最上市は改役され、大見大森藩に移された。酒の秀綱は、桜藩主、土井と四勝のもとに預かりとなり、最終的に土井市の国外に従って、小えと去り、にて没した。 もがみの地行地は分割され、最上地方には、日立松岡藩主、戸沢正盛が入部し、六万国を賜る。当初は本城に入ったが、山城であったため境愛かつ不便で、幕藩体成果の両国経営には適さなかったため、沼田の地にあった扇、沼田城をもとに、新城城を築城し、1625年に、完成するとそちらへ移り、 新城藩を立藩する。これにより酒の部城は、廃城となった。間室川砂岩に面し、西側を、大宇本線及び、山形県道35号間室川酒川線に一部、破壊された、標高110から115メートルほどの山が、城石である。北側を、間室川支流の大見沢川、南側を、薬師沢川という小河線が囲んでいる。 本極林跡とされる石碑塔が設置されている平坦画面以外は、矢部や森林となっている。城の大手口は、北の大見沢川側と見られ、他にも3カ所の登り道が見られる。それらの登り道から車に入る地点にここが設けられている。上域には、本極林周囲の腰車や土塁、堀切り、施錠縦堀群等が形成されている。 1995年3月30日に、マムロ川町指定史跡に指定された。ありがとうございます。